ロジャー・ウォルコット・スペリーは、アメリカ合衆国の神経心理学者。デイビッド・ヒューベル、トルステン・ウィーセルと共に、1981年に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。コネチカット州ハートフォードにて生まれ、ウェスト・ハートフォードにて育つ。11歳の時、父親が死去。オベリン大学に通い、1935年に、英語の学士号を取得。 1937年に心理学の修士号を取得した。1941年にポール・ワイスの指導の下、シカゴ大学より動物学の PhD を取得。その後、ハーバード大学の心理学者、カール・ラシュレイの下で研究を行った。1954年、カリフォルニア工科大学の神経心理学の教授に就任した。 スペリーの実験以前には、いくつかの研究結果から、大脳の大部分は分化しておらず、代替可能と考えられていた。彼は、初期の実験で、これが誤りであること、すなわち発達期を過ぎると、脳の神経回路が、ほぼ固定化することを示した。ノーベル賞の受賞理由となった業績として、分離脳研究がある。転換治療の目的で、 半球間の信号伝達を行っている能量を切断した患者に片方の脳半球に依存することが知られている作業を行ってもらい、二つの脳半球がそれぞれ独立した意識を持っていることを実証した。この研究は左右の大脳半球の機能分化の理解に大きく寄与した。しかし、スペリーが明らかにした事実は歪曲されたり拡大解釈されたりして世間に流布した。 ありがとうございます。